アーカイブ、 YouTube のアーカイブがねの残ってるので、 YouTube のアーカイブでぜひ見れんかった人も見てください。もう一回見返したい方も見てくださいアーカイブ見てね。スミッチさんハートありがとう。ディオさんお疲れ、ありがとう。こんばんは、ありがとう。仕事中隠れてみ、ありがとうねありがとう、ありがとう見てくれて。早口言葉、え、ねえ、びっくり昨日の伏線回収みたいな感じだったマーキルバラ、ありがとう。まさかの早口言葉企画、危ない、一回危うかったけど大丈夫、なんとか言えましたやっぱりパピプペポじゃなかったけん言えた。結構昨日苦手なパピプペポハヒフエホ系のあの早口言葉は少なかったけん、なんとか言えました。ポロンさん好き、ありがとう。ゆずきちさん好き、ありがとう。あのあざ、あずき、あずき洗うあずみみたいなのがちょっと危うかった。優しい、スタッフさんが優しかった。あずき洗う、あずみ、あずき、あずき洗う、なんだっけ。リチャードさん好き、ありがとう。ヤチリンさん好き、ありがとう。みきお先生さんハートありがとう。ゆずきちさん鈴木ありがとう。ね、練習しといてよかった練習しとったおかげでできたんかも今日の早口言葉。みきお先生さんハートありがとう。ゆずきちさんハートありがとう。しみこさん鈴木ありがとう。りおさん鈴木ありがとう。ゆずきちさんハートありがとう。こんばんは。だいぶ怪しかった。いやでも小豆だけね、小豆だけ怪しかった。他はまあ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 大丈夫。え、桑田さん押していいですか。え、嬉しい。もっちのロンです押してください。いくこんばんは。やちりんさんハートありがとう。ね、優しかった。スタッフさんが優しかった。あまあま判定やった桑田さん、たくまさんハートありがとう。配信とか見とったら iPad が欲しくなるって。え、あずみんの iPad はね、でもめっちゃ前の iPad じゃけん12じゃないわ、 iPad なんとか見に行ったやつ、昔のやつだよ結構。こんばんは。クラコン放送ね見てね、25分から0時25分です今日の。見てください。 TVer でも見れるから TVer でも見てね。見れない方や見逃しちゃっても TVer で見れるので TVer でも見てください。今山吉さん好きありがとう。あとちょっとだよ。いよいよ次回500回目、確かに明日だね。明日は、今日が499日なので明日は500日のお祝いでカラオケ配信ボックスで配信をしようと思うので、カラオケ配信待ってます。7時半からする。地獄荒井さんバラありがとう。コウジさん好きありがとう。昼休みさんハートありがとう。ありがとう、よくしてくれて嬉しい。リリーですか。ちゃんと愛があればちゃんと愛があればあればでも嫉妬しちゃうよ。竹松さん好きありがとう。影さんハートありがとう。こんばんは。そうだね、関東ミーティーバーだね。うん、でも見れるの嬉しい。ちゃんと関東に住んでる方もティーバーで見れるから、TVer で見てね。ありがとう。葵さん好きありがとう。朝配信するよ。朝はうんする。7時半からしようかな、いつもと同じ。こんばんは。そう、くるくるもそう、同じ499で。
明日が500。ディディ許さんけど、あずみが一番いいけど、いいけど、じゃけバイラブラブしてくれたらいいよってやつ。ちゃんと愛があればいいけど嫉妬しちゃう、いいけど結構嫉妬しちゃう。他の子見てたら私結構嫉妬しちゃう。佐野丸ママさんハートありがとう。こんばんは。ね、こんばんみん。スタッフさんにトナプリって、そう、久しぶりになんかね、オーディションの時のその NWP オーディションの時がその TSS とあの提携を組んでたというか、なんか TSS と STU とアクターズのコラボみたいなオーディションだったんですよね。だから TSS の方が毎回レッスンとかに来られてカメラが回ってて、もうレッスンオーディションの様子が合格までの半年間の様子がずっとなんか番組っぽい感じで TSS の方が追ってくださってたんですけど、その時にそのオーディションの半年期間お世話になったスタッフさんがクラコンも担当されてて、実はそう、それでオーディション合格した時にそのスタッフさんとあのクラコンも担当してるからこれから会える機会あったらいいねみたいな、会いたいねみたいな話をしてお別れしたんですよ、その時に。そうで久しぶりに会いました今日。めっちゃ髪をバッサリ切られてて髪の毛も染められてたから一瞬分かんなくって、マスクもされててね。そうでも会った時にあずみちゃんお久しぶりって声かけてくださって、お久しぶりですってなった。そう久しぶりに会って話しました、いろいろ嬉しかった。そうこんばんは。けんちゃん好きありがとう。ひでぴょんさん好きありがとう。そうださんハートありがとう。そうなのよ。え、昨日の成果出てよかった。それね。まさかの早口。ね。意外と言えてたでしょ。早口。ひげじいしんちゃん先生さん。ハートありがとう。ルカヤマトさん、団子。ありがとう。りくん好きありがとう。そうそうそう TSS ダッシュ。まだあずみ誕生日、こんな感じ。誕生日、誕生日なの、おめでとう。教えて、嬉しい、言ってよ言ってよ、遠慮なく。おめでたい。テイカーさんお誕生日おめでとう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアテイカーさん、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。おめでとう。ありがとうテイカーさん、嬉しい。最近いっぱい配信見に来てくださってて嬉しいです。会いたい、早く会って話したい。テイカーさんのことを覚えたいな。テイカーさんのことちゃんと待ってるね。いっぱい話そうね。いっぱい会いたいです。楽しい一年にしてください。おめでたい、ありがとう。 T
ゆせつ何系列、なんだろう、何系列、テレビ新広島、何系列ってどういうことかな、何系列なんだろう。中山田さん鈴木ありがとう、りゅうくん鈴木ありがとう、とっちゃんぼやさんお疲れありがとう、あついさんハートありがとう。そうそう、クラコンでもね、放送ねしてもらってた、ちょっとずつね切り抜いて、あ、FNS 系列なんだ、あ、フジテレビってこと、なるほどね。こんばんは、くるくるお笑いタンと喜んでおります。あ、そうなの、届いたのくるくるまでそうなんだね、2.5 の4人の中だったらくるくるかな、笑いたい担当お笑い担当くるくるかもしれない、むずい。でも 2.5 期ザ・お笑い担当みたいな子ってあんまりパッ、でも思い浮かぶのくるくるかな。ぬしさんハートありがとう、けいさん団子ありがとう、けいさんハートもありがとう。くるくる届いた、 2.5 はみんなツッコめるもボケな子が多いかな、確かにボケな子かもしれない確かに確かにね、確かに確かにそうかも、意外とリオツンツッコミな感じある気もするけどな、定着してるわけじゃないけど、わかんない。こんばんは、大人っぽい？嬉しい、服装かな、メイクかも、メイクをちょっと変えた、昨日っぽく、昨日か昨日っぽい感じのメイクにしてみました。こっちのメイクの方が好き？ちょっと大人っぽいかも、ちょっと変えてみた、こっちのメイクの方が好きですか？こんばんは、お笑いあずみやろうと思ったけど、お笑いあずみあずみはあざと担当なので、キロン確かに大喜利上だからね、くるくる、そうだよそうだよ、大喜利上に輝いてるから、確かに。今山吉さん、すすきありがとう、ぬっしーさんすすきありがとう、こんばんはありがとう、クロコフェアチャイルドハートありがとう、コウジさんすすきありがとう、のぴちゃんが一番ツッコミ気質な気がしたけどボケって、けどそうだね、ノアピはボケかな、ツッコみたくなるノアピノアピと一緒にいたらね、あんまり自分ツッコむ側じゃないんですけど、普段からツッコんだりする側じゃないけど、ノアピといたら大体いつもツッコんでます、なんでやねんってなんでやねんって言いたくなるんよ言動とさ、喋ること、なんか口に出してること全部ツッコみたくなる、なんでやねん面白いよね、かわいいね、ナチュラルメイク、うん、ちょっとナチュラルにしてみた、ナチュラルの方が大人っぽい、うん、このメイクの方が大人っぽいかもしれない、そう、そう、あんまりピンク感減らしてみました、前よりも、うん、アイシャドウの色味とかもちょっと減らしてみた、好き？じゃあこんな感じのメイクしてみよう、今度から、嬉しい、メイク好きって言ってもらえる、20ちゃんに見える、ちゃんと20。初見さん何？ありがとう、来年M1を応募するって話誰とコンビ組む、私 R1 じゃなくて
レア君、だるまさん、ありがとう。たくあんさん、好き、ありがとう。まもるさん、好き、ありがとう。真面目担当かと思ってた。あ、確かに真面目担当によく見られますね。けど別にそんなめちゃめちゃ自分真面目ではないかもしれないしっかり者じゃない。そんなにしっかりしてないですよ。よく見られちゃうけど。こんばんは。あ、サンタアズミン通信申し込んだ。嬉しい、福岡だ、ありがとう。え、そう、話し会もね今再販始まってるんよ。よかったら待ってます。 10月21日のも申し込めるので、まだまだお待ちしてます。10月21日、待ってます。私のプロフィール欄から申し込めますよ。おすすめの時間は直接の10月21日土曜日の4時間目がおすすめです。この日が一番直近であずみんとお話できちゃう日、しかも直接会えるので待ってます。もう来るしかない来ちゃうしかないです。この日ツーショットもおすすめで、オンラインは11月4日の土曜日の5時間目がおすすめですね。思ったより再販早かったね。なかなか一枠の時間が前回よりも長くなったりもしたので完売難しい、前よりも難しくなっちゃったけど、一枠でも出せれるように出したいなと思ってますので、完売ぜひおすすめ枠を中心に考えてくださったら嬉しいです。まずおすすめ枠から完売させたい。で、1月20日の日、1月20日の日がなんとね誕生日の日にお話し会があって、この日も1月20日のインテックス大阪の日がなんと誕生日当日なんですよ、リアルお話し会の日が。だからその日もめちゃめちゃおすすめです。お祝いしに来てほしい。慎吾さん結婚してありがとう。大人っぽくなっちゃう。もっとリオさん結婚してありがとう。しみこさん結婚してありがとう。かけだまさん結婚してありがとう。真面目、多分ね変なとこで真面目多分根は真面目、根はめっちゃ真面目なんだけど、根は真面目な人だけなんだろうなと思うけど、変なこともやりたくなっちゃう真面目変なこともやりたくなっちゃう真面目ぐらい。こんばんはね。え、嬉しかった。そう、ゆらさんとあいこじさんの似顔絵イラストね、可愛かった。しかも絵心がちょっと私の絵心と違った似顔絵イラストのタッチがちょっと全然違くてめっちゃ可愛かった。ゆらさんもあいこじさんも、こんばんは、ありがとう。6時間目追加ありがとう。21日、ありがとうね、嬉しい追加。こんばんは、昼休みさん好き、ありがとう。つーさん好き、ありがとう。ねえ、あ、どんなメイクでもスペインでもなんだけど好きよ、ありがとう照れ照れ、ありがとう。お、大阪追加、来て来て、大阪待ってる。うん、おめでとう、いいに来てほしい。ゆずきちさん結婚してありがとう。ねえ、真面目発砲おちゃらけ、そんな感じかも変なことするのも好き。こんばんは、リネダンさん面白かったねめっちゃ面白かった。リネダンさん横にいてもずっと笑ってました。面白い、リネダンさん。やっぱりいつ会っても。
こんばんは。嬉しい、メイクめっちゃ褒めてもらえる、やった。嬉しい。ちょっと研究しよう。じゃあこっち系のメイク。誕生日は千歳飴でいい。ねえ七五三それ。21歳です。21歳。2桁。こんばんは。まんま万が一プレゼント当たったら安住の描いた絵がいいのか安住の似顔絵が。確かに。でも安住が描いた絵の方に、あの私からの私のサインが書いてます。私のサインが載ってるのは安住が描いた絵。でもゆらさんの顔の上半、しかも鼻描かなかった、鼻まで描くか悩んだんですよ、ゆらさんの似顔絵。でも上半身って言ったら、顔の上半身って言ったらここかなと思って、まっすぐ切ったらここ入れて、口だけリネタンさんか、鼻をこう丸々ここも切って、鼻の下と口がリネタンさんか、めっちゃ悩んだ結果こっちにしたんですよ。そしたらリネタンさんは口だけだったっていう。だからゆらさんの鼻の部分お互いに書けなかったっていうことになりました、最終。りょっちゃんハートありがとう。あ、誕生日もう買ってるけど先生ありがとう、嬉しい、やったー。たくさんお話できる、嬉しい、ありがとう、楽しみ。そう、この日はね、誕生日の日は緑色の最近買ったおニューのスカートも履いて、ちょっと大人っぽく21歳決めるので待ってます。こんばんは。マーケルかわいい、ありがとう。あ、おやすみ、ありがとうね。キャラかぶり。こんばんは。ラブリボテートさん、ググーありがとう。こんばんは。西松屋ダズの服買ってくるからね、ないから。あずみん着れる服ないです、西松屋。あ、4分6分とも21枚だ。めっちゃ嬉しい、本当にありがとう。ありがとう。めっちゃ楽しみ、嬉しい。20しっかりと21歳の21枚、嬉しすぎる、嬉しすぎる。こんばんは、こんばんは、こんばんは。あ、ちひろちゃんありがとう。なにさん、鈴木ありがとう。嬉しい、緑どっか入れてくれるの。そう、緑の最近買った、そう、緑のスカートを着る、誕生日の日は。で10月21日の日は、あのチェックのコーデで、なんかチェックの茶色チェックな感じのコーデにしようと思ってます。秋感強めかな。それも楽しみにして。今リアル、今回からさ、リアルツーショット撮影会もあるから、全身ね、全身多分可愛いお洋服リアルいっぱい考えてるので、そう、あずみんが考えてきたいろんな私服、あずみんとツーショット撮影会でいっぱいお写真も撮りたいです、みんなと。しんいちさんハートありがとう。そう、インテックス大阪の日ね、誕生日なのよ。そうなの、そうなの。くねごろうさんハートありがとう。
リバプールさん、団子さん、ありがとう。コウジさん好き、ありがとう。そう、文学少女ってやつ、文学少女風、なんか本読んでそうな感じの服本読んでそうな感じの服です。秋の、明日誕生日なの？おめでたい。また明日来てお祝いしたい。全身まじまじ見ていいですか？いいよ直接会いに来てくれたみんななら全身まじまじ見てもいい権利を与えます。直接会いに来てくれたみんな、みんなになら見てもいい、まじまじと。リバプールさん好き、ありがとう。リリー・ブラウンの服、あ、買ったの。そう、買って、それが緑のスカート、うん、それをね誕生日の日に履こうと思ってるから。そうなんや、買えたんよあれ結局。そうそう、楽しみにしててほしい。だからリアル4部と6部ってのが嬉しい。確かに私今回ね、前回のお話会結構1部2部とか3部とか、あの朝早めだったんですけど、オンラインもリアルもどっちもあれなんですよ、どっちもそう午後で、だから全部夜遅めの時間帯なんですよね。オンラインもリアルも午後多めです。てかほぼ午後、あんまり午前からのがないです。そうだから、どうなんだろう、みんな午前と午後だったらさ、午後の方が来やすいとか、午前の方が来やすいとかあるのかな。日によるか。でもあ、いけそうな絵追加してみた。来てほしい、ぜひぜひ、待ってる待ってるよ、ありがとう。しんちさん、だるまさん、ありがとう。初見さん、山広さん、パイン、ありがとう。そう、これもこの前買ったやつ、このワンピースも。そう、まじ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 ねー。あ、ブログに載ってるファングフェス、そうなんよ。待って、あれのね、1枚ブログに載せんかった。そう、ブログにね、ファングフェスのこの前のファングフェスで、あのカメラマンさんがステージの写真を撮ってくださって、それをね今ブログに載せてるので、それを見てほしいんですけど、そのね1枚すっごい写真を、すっごい写真があってあ、これこのショットいいってショットがあって、ちょっとそれはブログじゃなくて、ちょっとあずみーファンだけ特別にと思ってメールに載せるので、明日載せようかな、楽しみにしててくださいメール取ってくれてるみんなにだけ載せちゃう、待っててね、明日載せます。すごい、いいショットって感じのザ・アズミンなショットが、ショットです。お誕生日のお話かかっちゃった、嬉しい。直接会っての距離でまじまじ、嬉しい、まじまじ見て嬉しい、めっちゃ楽しみにしとく、お誕生日ありがとう。フレッシュイチゴになりたいのさん、千万両ありがとう。ありがとう、アーカイブ見てくれて。ね、遅かったよね。あ、大阪なら遅めでもいける？嬉しい。コウジさん、団子、ありがとう。そっか、遠征。確かにそういうのもあると遅い時間の方が嬉しかったりするのか。大人だから遅い時間なのかな？大人だから。大人民だからか。そう、90分制なんよね今回から。うん、ドキドキする、初めての90分。プルダグリさん、団子ありがとう。冬物さん、ハートありがとう。プルダグリさん、鈴木ありがとう。こんばんは、ありがとう。グラコを見てくれて、そっか
あ、確かに10月1日か2日え、そうだね、確かに、せっかくなら確かに、え、引き伸ばしちゃう確かにそれを見たい方も、見たい方がいたら確かに、じゃあ10月1日にその写真を載せるから、メール限定の写真、メールでしか載せないステージ、ファングフェスのステージの写真載せるので、まだの方は一番お得な10月1日に登録してほしいね。そうしよう、じゃあ10月1日の一発目に載せちゃおう。くまねパパさん、好きありがとう。こうじさん好きありがとう。こんばんは。大ファンすぎる、嬉しい嬉しい嬉しい。10月だけ撮ろうかな。撮っちゃえよ。あずみんのメール読んじゃいなよ。読んじゃいなよ。今ならメールだけ、特別のメールにしか載せない写真を見れちゃうぞ。まだ10月なってないけど、10月になったタイミングでよかったらあずみんメールも撮ってみてね。お話し会も待ってます。話し会、確かにどんな感じだし、あ、そう、載せ忘れないようにするあ、メガメの写真好きすぎた、嬉しい嬉しい嬉しい。確かに、ね、でもね、可愛い系ですね、可愛い系。なんかこの距離感の、多分カメラマンさんってステージの真下で構えて撮ってくださってるんですよ。多分この瞬間のショットを、これまでさ6周年とかいろいろ、クリスマスコンサートかとかいろいろ、あれがあったじゃん、カメコ、カメコタイムとか、カメコのステージって何回もあったけど、多分なかなかカメコさんも撮れないような写真かもしれん撮れない、あの一瞬を捉えた写真って感じの写真です。すごいカメラマンさん、なんかあの一列目というか、もうステージビタビタのあの距離だからこそ多分撮れた写真って感じもするので、楽しみにしててください。可愛い系10月の1日に載せるので、よかったら10月からズームメール撮ってみて。え、お話し会ドヨークとメイクの、え、したい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 、うん、しようよ、やろうよ、やろうよ。あ、9月、了解、9月末に、9月末に振り返りしたらいい感じ。ルーカスさん、団子ありがとう。森に帰るはずがないさん、ハートありがとう。主さん、ハートありがとう。ヤスさん、好きありがとう。ねえ、そうそう、最善、最善の前に、うん。レネさん、ハートありがとう。愛媛見聞のイベントって超大丈夫かしてますか。大丈夫だと思う。うん、ダメとかはなさそう、大丈夫そう。
な気がします。最近なんかゲームにハマってて、にゃんこ猫のゲームなんですけど、猫のなんか育成猫を育成するわけじゃなくて、猫の村を作るみたいな感じのゲーム、村を作っていく畑ゲームみたいな感じの、ね、猫のやつにハマってる、ゲームにハマってるんですよ。広告で出てきて、なんていう名前だったかな、にゃんこなんとかみたいなやつ、猫の村を作るゲームにハマってる。牧場系なんか野菜を育てて料理みたいなの作って売るようなゲームですで村をどんどん大きくしていくゲームにハマってる今こんばんは。かわいい、なんかね猫がかわいいんですよね、かわいくって。そう、あ、クロコ見てね、嬉しい。あつ森的な、あーでもそんな感じかも、うん、あつ森みたいな感じに似てる、うん、けどもうちょっと牧場要素が強いって感じです。なんかみょうこうちゃんお疲れ、ありがとう。育てる要素が強め、育ててみたいな、うん、野菜収穫してみたいな要素が強い。そうそう、スマホのゲームめっちゃ広告出てくるんよめっちゃ広告出てきて、でずっと気になってて、あまりにも広告に出てくるからちょっとインストールしちゃおうと思って、インストールしたら面白かった。ちょっとハマってる今。課金はいらん、うん、せずにできる、課金できるボタンもあるけど、せずに全然めちゃめちゃ楽しめます。星の島の、あ、それだ、星の島のにゃんこ、それ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 だ、そのゲーム、うん、それそれ。みょうこうちゃん好き、ありがとう、ねえねえ、かわいい、え、嬉しい、ありがとう嬉しい。こんばん、レアキャラでメルちゃん、いや犬なんよメルちゃん犬なんよメルちゃんは、追い出されるかも猫の村だけ、メルちゃんが入ったら。サンリオの紙面、誰かな、でポチャッコとか好き、ポチャッコ、タキシードサムとかも好き。こんばんは、猫かわいいよね、うん、ゲームにあんまり課金したことないんですよね私。ゲームは無課金でできるところまでやる派ですあんまりしたことないけど漫画に課金してる。りょうちゃん好き、ありがとう。みみんさん好き、ありがとう。オンラインゲームってなんだっけ、つながれるみたいなやつでもないかも。地道に自分でやっていくゲームです。コツコツゲーム。そう、犬派か猫派だと犬派かもしれん。猫のゲームしてるけど、あ、星の島のにゃんこに新作トラベル島、トラベル島のにゃんこだわ。じゃあ新作の方、トラベル島のにゃんこってやつ、パズルゲームをつくっついてるんですよ。そう、パズルゲームがね結構面白い、頭使うようなパズルゲームで面白いんですよね。そのパズルゲーム確かに、ライキン懐かしいね懐かしいね、ライキン懐かしいね。ライキンからだもんね。こんばんは。あんまりハマらないけどゲーム、あんまりそんなにゲーム入れアップインストールしないんですよ。でもたまにこんな風にすごいハマる時がある。ゲームにハマって今だからなんか波が来てます、ゲームの波が。
懐かしいヘドバンヘドバン楽しかったね。最近それはいつも何ヶ月ぐらい続くの？何ヶ月かな、ものによるけど。でもね、早いんですよね、私飽きちゃうのも。ゲーム続かないんですよね、なかなか。1ヶ月とかかな1ヶ月ぐらいかもしれん。うん、クラコンはリアタイする、リアタイしようかな。うん、リアタイする。やってみてね、このゲーム。なんかね、ちょっとずつマイペースにしてます。ゆっくりゆったりしてる、ゆっくり。1日にハマってるって言うても、1日に2、3回開くぐらいのペースでやってます、今のにゃんこのゲーム。コンリアタイしよう。みんなもよかったらリアタイしようね。あとでも言うて1時間後かな。うん、1時間半後ぐらいかね。そう、なかなかね続かんないよね、長く。脱出ゲームも好きだった昔。あ、そっか。うん、 TVer で見てください。うん、 TVer で見てください。変なとこ転送された、ライキン。あ、そうなんだ、勝手に転送されちゃったのあれ。あずみん今どうなってるんかな、ライキンのあずみんのところ、もういなくなってるか、どうなってるんだろう。あずみんの村はないけどライキンどうなってるんかな。消さなきゃいけなくて消しちゃったけど、なくなってるかも。なくなってるよね。みきゃくんハートありがとう。ひでぴょんさんハートありがとう。懐かしい。来期よし、じゃあそろそろ団長読もうかな。明日は7時半から夜の7時半からカラオケボックスでカラオケ配信をします。カラオケ配信します。で500日、明日500日なので500日お祝いでたくさん歌っちゃいたいと思うので、よかったら会いに来てください。7時半からする、結構長々としようかなと思ってる。聞きに来て、聞きに来てほしい。朝するよ。うん、明日の夜がそれで、朝は7時半からします。朝の7時半からします。ヒゲジシンちゃん先生ハートありがとう。ハゲンダッツ持ち込めそう。うん、持ち込み OK のところにした。待ってる、聞きに来てください、カラオケ。うん、あ、そうだね、朝も夜も7時半、そうだね覚えやすい、朝も夜も7時半です。一緒にお祝いしよう、500日。じゃあ壇上読みます。13位、 K さんありがとう。12位、ラブリー48&46 さんありがとう。11位、昼休みさんありがとう。10位、みきお先生さんありがとう。9位、しみこうさんありがとう。8位、マーキュルありがとう。7位、いもやいもきちさんありがとう。6位、奈良西さんありがとう。5位、ディオさんありがとう。4位、くまねパパさんありがとう。3位、ゆずきちさんありがとう。2位、こうじさんありがとう。そして1位はドゥルルルルルルルパン、ルーカスさんありがとうありがとう、ありがとうございます。ペンペンペン、you
がとうございました。ありがとう。ありがとう。ありがとう。ゆっくり休んでね。ありがとうね。ありがとうございました。またね。じゃあ、ねえねえあずみんでおります。せーのって言ったら、ねえねえあずみんって言ってください。いきまーす。せーの。なーにーん。ありがとうございました。バイバーイ。おやすみー。バイバーイ。